おはようございます。ありがとうございます、はい、全然もう手渡しでも何でも笑顔最高ですね。これ自撮りなんで、あの気にしないで、入りたかったら僕の後ろ来ればYouTuber なんで、はい、いや元気しかないですよ。お金欲しいんですよ。お金降ってこないですかね。いや降ってこないから絶対努力ですよ。はい、良い一日を。笑顔あるのみですよ。あ、まだ飲み物来てない。ごめんなさい。早とじりなんですよ。早とじり。笑顔最高だな。いや、ジョンちゃん、笑顔綺麗じゃん。やっぱスタバも、やっぱ綺麗な人雇うんですよ、スタバも。いや、そうなんですよ。あ、今はそうなんですよ。お客さんのためなんですもん、それが。はい。サービスの一環ですから。だからソフトバンクも、みんな綺麗な人雇うんですよ、今。そう、こう、窓口の人っていうのは。エースですよ、あなたは。エースだよ、窓口やんのは。なんでも俺とこで読むの絶対窓口ないよ。裏口だよ。裏口ポルシェを置いてあるよ。21世紀パーラーだってよ。20世紀もパチンコかよ。20世紀パーラーってパチンコやっちゃってすられちゃうんだろうな、みんな。だって堂本が絶対強いって決まってんだから、ギャンブルは。堂本絶対堂本やんだよ、みんな。金儲けする人はギャンブルやったら金取られちゃう人だから、絶対絶対そういうの確率だもん。負けの方が多いに決まってっから。ありがとうございます。いやー、これ最高だな。ありがとうございます。良い一日を。ありがとうございます。幸せになりました。ありがとうございます。良い一日を。どうも。いや、笑顔は幸せするよ、人。綺麗な人の笑顔は。だからやっぱりどこだってソフトバンクだって、なんだって綺麗な人を雇うわけじゃん。いや、今その戦略よ。どこも。だってやっぱりいいイメージ与えるじゃん。マクドナルドなんてスタッフがスカウトするんだってよ。自分で。で、それは自分でスカウトした人は自分で面倒見るじゃん。で、自分で一緒に働きたいような人を声かけるわけじゃん。素敵な人、あ、こんな人と働きたいなっていう人に声かけるわけよ。そこでスカウトするんだよ。で、自分とこの客だから、うん、いや、すげえな、これ、モロゾイだよ。モロゾイしなきゃ、あの犬、でけえの。モロゾフだっけ、なんだっけ、あ、でっけえの。俺、ちっちゃい頃、犬めちゃくちゃ詳しかったんだよ、実は。愛犬の友っていう本買ってて。愛犬の友。そのぐらい犬好きだった、俺が子供って。今ね、あの犬苦手なのはね、噛まれるから、でかくて怖いよ、やっぱでかい犬は。いや、勝てねえもん。小さい頃不審に怖くなかったね、犬が。田村んちの犬に噛まれてから。